今日は山口県の岩国市にやってきました。昔はね、このお金がかかった公園だと思うんですけど、ちょっと歩いていきます。あれ、あの鬼と桃太郎かな。フェルヘルランドは憩いの場、公園として施設を利用していただくため、入場料は無料となりました。
すごいな、ドラゴン。3匹の子豚ですね。だいぶ年季が入ってますけど、まあおそらく平成の初めぐらいにできたのかな。これが花坂じいさん。これ釜がありますね。なんか壺とか壺いうか焼き物焼いたりしてたのかな。休憩スポット。不足で上がらない。こんな感じです。やば、帰ろう。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、
チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。